はい、短期集中連載、はい、牛山先生、今回夏に体調を崩しやすい理由と対処法について教えてくださっています。真夏になぜ体調を崩しやすい人が多いのかというお話でですね、まあ、一つは単純に暑すぎるためだそうなんですけども、もう一つが7月下旬もしくは8月上旬ぐらいから開かれるって言われているライオンズゲートが開くのが理由だそうなんです。なんかこうスピリチュアル業界でよく耳にする、ね、聞かれますよ ね。そのスピリチュアルなエネルギーの入り口のことを指すそうなんですけれども、そもそも私がライオンズゲートが何かを知らなかったのでお聞きしたら、その先星術でその太陽が12級の獅子球レオにとどまる時期に開くゲートだからライオンズゲートだそうなんですね。でここから大量のエネルギーが地球に降り注ぐので、それがいいエネルギーも悪いエネルギーもごっちゃ混ぜなのがわーっと来てしまうために、ちょっとエネルギー過多になって体調を崩してしまうっていう方が結構多いらしいんですね。いいものも悪いものも両方大量に入ってきちゃう。そうなんです、まあ、たとえいいものだけが入ってきたとしても、はい、あんまりにも多いと体調には良くないらしいんですね、はい、適量がいいんですほどほどにっていうことだそうです。いいエネルギーでも入れすぎるとチャクラの流れが乱れてしまうそうなので、そういうチャクラの話も結構詳しく教えてくださってるので、それも見ていただければと思います、はい、こうやって崩れてしまった体調をどう整えるかっていうお話を教えていただいてます。おすすめの方法が単頭光を行うことだそうなんです。単頭光というのは多分耳慣れない方も多いかと思うんですけれど、気功の一種なんですけれども、浅いスクワットみたいなものだそうなんです、ええ、でこれ別にあの姿勢などはインターネットで検索していただければいくらも出てくると思いますので、単頭光やり方とかで検索すると結構いろんな方が動画上げてくださってるので、はい、ぜひそれも見ていただいて、はい、というかあの文章で説明するのどうしても限界があるので、詳しいやり方というよりは今回はその行うにあたっての注意点ですとか、はい、こうするとより効くっていうポイントを教えていただいています。ね、この単頭光を行うことで、はい、全身の筋肉がまんべんなく鍛えられるので、それによってちょっとエネルギーの発散にもなって、はい、心身ともに効果があるそうなので、ぜひ活用していただければと思います。単頭光を行うと全身のバランスの筋肉量を増やすことができるというところと、はい、と熱中症になりづらくなる、この理由も中で説明してくださっています。3つ目が夏場に引き起こされるエネルギーの問題を解決できるとこ。単頭光で気の流れではエネルギーの流れも同時に良くなるという感じなんですかね。いいこと尽くしだそうなので、ぜひぜひやってみてください、はい、ぜひね、あの皆さん調べてみてください。でこの暑い夏を乗り切る、これがまあ物理的なといいますか、はい、筋肉を鍛えたりするのでエネルギーの流れを整えて夏を乗り切ろうというお話なんですけれども、もう一つ今回内藤陽介先生の連載がですね、怖い切って第2回載っておりまして、まあ夏といえば怖い話じゃないですかちょっとひんやりしていただけるお話を、今回ドラキュラのお話を書いてくださっています。私こんなにいっぱいドラキュラの切手が世界中で出ているの本当に知らなかったんですけれども、実際の世界中の切手を紹介してくださって、それにまつわるちょっとゾッとするような怖い話を紹介していただいているので、ドラキュラが切手になってるっていう国が結構あるんですね。もう映画が元々のところも、もちろんアメリカとかイギリスとかは映画とか舞台がベース、はい、モデルになってるんですが、はい、そもそものモデルであったのがルーマニアなので、そういうところはそのお城の切手だとか、はい、ドラキュラの切手シートもその物語をベースにしたものだとかもいろいろ出ておりまして、とっても興味深いお話になっておりますので、切手にまつわる血みどろの恐ろしい話がございますので、ぜひ読んでヒヤッとしていただければいいかなと思っております。あのちょっと差し上げない程度でいいんですけど、その辺のこういろんなね血みどろの話をご紹介いただけませんかはい、あのそもそもドラキュラのイメージってありますよ、はい、なんか皆さんの中でこうドラキュラって言ったらこんなものみたいなイメージがあると思うんですけれど、例えばこのマントを着てて、ね、日中は棺桶で寝てて、そうそう牙があって、このイメージってどこから来たのかっていうと、1931年に公開された魔人ドラキュラのアメリカの映画でのこのビジュアルが結構元になっているところが大きいと思うんです、でそもそもこの原作が1897年にアイルランド系の作家ブラム・ストーカーが発表した小説ドラキュラが元になっているんですね。でこのストーカーがそもそもどうしてこの話を書いたかっていうのが、ドラキュラの元になった伝説がいくつかあるんですね。でこれがなかなかおどろおどろしいんですよ。あ、そうなんですか
面白かったのが、はい、ブダペスト大学の東洋学教授のバーンベイリーからストーカーが聞いた話、はいはい、そのルーマニアトランシルバニア地方の吸血鬼伝説であるとか、はい、串刺し講のお話であるとかっていうのがありまして、はい、で吸血鬼伝説を元にした小説の中で一つ面白かったのが、その女吸血鬼を主人公にしたカーミラっていう小説が、あ、女性版もあるわけですか。そうなんです。結構昔から女性版の方もありまして、はい、でこのカーミラっていうお話が、ね、600人超えの女性を猟奇的な方法で殺害して、己の美貌と若さを守るために血を浴びていたっていうお話なんですけど、これ実は創作じゃなくって、血の伯爵夫人バートリー・エル・ジェーベトという貴族がいたんですけれども、彼女が行っていた史実を元に描かれているそうでですね、はい、史実ですか。まあ、その史実から着想を得て、でそれに吸血鬼伝説をいろいろ組み合わせて描かれたお話なんですけど、でそれからもう一つ、魔人ドラキュラのベースになった方の男性のドラキュラの話もあって、はい、これもね、その先ほどちらっと申し上げた串刺し講のお話とかもあるんですけど、なぜ串刺し講が串刺し講と呼ばれたか、これがまたねちょっと読んでてもうわってなるんですけれど、戦争で負けた捕虜をですね串刺しにして地面に突き立てて野ざらしにするっていう串刺し系を行っていた独裁者がいたんですけれど、そのセペシュっていう串刺しを意味する名で呼ばれるようになってた伯爵のお話とか、ちょっとね、想像するだけでちょっとゾッとするようなですね、実際書かれた文章ではもっとゾッとするので、ぜひ夏のゾを感じていただければと思います。はい、今回もねすごく触れ幅の広い内容でですね、楽しみながらも一部ゾッとしながらも話聞かせていただきました。ありがとうございました。また引き続きよろしくお願いします。今回もどうもありがとうございました。ありがとうございました。